リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。未だかつてここで動画を撮ったことがないところで撮っております。さあ、どこかというと、トイレ。はい、ということで、トイレ中に動画失礼します。とんでもない動画ができそう。はい、ということでね、はい、サブちゃんと、戯れている姿をね、動画で撮っとこうかなと思いまして、トイレで撮ってみました。まあといってもトイレは今もう終わってて、ただ座ってるだけなんだけどね。でまあ、そう、実は私普段から座ってトイレをする派の人間でございまして、大きい方も小さい方もね。理由としてはですね、男の人って、まあ、立ってできると思うんですけど、なんか基本私立ってするのが不得意で、不得意ってかあんまり好きじゃなくて、で外でも家でもそうで、まあ男の人の立ってした場合っていうのはね、液体が飛び散る可能性があるわけですね。っていうのがね、あんまり好きじゃないのとですね、なんだろうな、よく言い方としてはなんだろうね、残尿感じゃないけど、そういうのがね、あるんですよ、私だってした場合だと。なんかどっかに残ってね、みたいな気持ちになることがあって、基本的に掃除するようにしてます。あと、掃除するようにしてから、トイレの掃除がとても簡単です。はい、っていうお話は、まあ、さておき。サナちゃん。サナちゃんね、ほんと。最近どこ行くにもこうやって一緒にいます。この間ね、コンビニにも連れて行ってしまいました。ずっと手には乗っけてないよ。コンビニに入るタイミングでポケットに入れたんだけど、手に乗せながらちょっとお散歩してて、外をね。で、散歩しながら、まあ散歩の目的は私が散歩をするっていう目的なんだけど、気持ちよくてね、外が。なんで、外を歩いてる時に手に乗せながら、で、途中コンビニで、ご飯でも買うかと思って、で、その時にね、コンビニに寄って、ポケットに入れて、で、そのままわざちょっと散歩して、飲み物飲みながら、で、近くの公園にね、この子と一緒に行って、ベンチに座りながら、私はその買った飲み物を飲み、あとはサンドイッチをね、食べて、で、その時、この子はずっと私の手のひらの上にいて、っていう感じでずっと一緒に暮らしております。で、この子、なんか、どっちかって言ったら、なんだろう、綺麗好きっぽくって、こう、自分の体を、なんて言うんだろうな、石とかにこう、擦りつけて、洗ってるというより、ゴシゴシするというかね、っていう子で、匂いもね、ほんと全然しない子なんですよ、この子特に。なので、ほんと常、ほぼほぼ常に一緒にいるかな。まあ、出さない時もあるんだけどね。っていう感じです。なんかちょっと触れ合いたい、癒しが欲しいっていう時に一番ね最適。あと君、手のひらを潜ろうとしてもね、潜れないのよ、サナッチね。かわいいね。いやー、最初思ってたヘビちゃんのイメージが本当に変わりまして、なんかずっとこういう風に手のひらとかにいてくれてね。で、しかもさ、あっちこっちに行くタイプの子じゃないのよね、この子特に。するとさ、すごくこう愛嬌があるというか、可愛らしいというか、もう大好きですね。いやー、そのうちの子全員ね好きで、優劣って基本的にはつけたくないんだけど、なんだろう、私とのなんだろう利点の一致っていうのがすごいんだよね、この子がね。私が触りたい時にずっとこう遠くにあんまり行かない。だいたい手のひらの上。で、なんだろう、ずっとこうやって絡みついてくるから危険じゃない。で、どこ行ったかわかる。で、こいつはこいつで多分この指をね、こうやって巻きついたりすることによって楽しんでるんだよね。で、あと、擦りつけて多分痒いところとかをこう、なんだろう、まあ、かいてるというか、ケアしたりとかしつつ、多分私の手のひらの上が温かいのか、私の手のひらで寝るっていう、その利点の一致っていうのがね、多分一番大きいんだと思います。
なかなかね、フクロモモンガとかはずっと手にいてくれるようなタイプではないし、で、あっちはあっちでね、手じゃないところに行きたい、ちょっと狭いところに行きたいとか、ポーチに入りたいっていう気持ちでしょうから、多分そういうね、利点の一致がこの子とは合うんだと思います。その結果ずっとこうやって手のひらにいます。行っても本当この、ちょっと腕登ったりぐらいで終わります、この子は。今ちょっと活発的なね、多分いろんなところに興味があるので、釣ってもこんなもんです、活発って言っても。なんかフクロモモンガみたいにキャキャキャンってどこ飛んでったりとか、サバンナモニターとかね、レオパのように急に走り出したりはないので、やっぱり、一番一緒に居やすいですね。で、噛みついてくるわけじゃない、威嚇もしないって感じなんで、まあこの子が嫌がらないので一緒にいてもらってるって感じです。どちらかというと、この子が痛いというよりは私が一緒にいたいのでいてもらってるっていう状態ですね。はい、という謎のね、トイレからお届けした。トイレこんな感じです。なんかステッカー貼ってる海賊のステッカー、これもなんかパイレーツ、かわいいやつ、こんな感じで、あの便器もね、今座ってるからあれだけど、便器便座カバーとかも、あとでそう、うちのお母様がね、あのヤクルトレディなので、あのヤクルトのもらったカレンダーを貼って貼ってます。お手洗いはですね、こういうパイレーツ仕様となっております。かわいいね。ということで、本日は以上となります。よければ、YouTube、こちらね、チャンネル登録だったりとか、高評価、また Twitter のフォローなどね、よろしくお願いいたします。また次回の動画を見ていただけますと幸いです。ということで、以上、リントとサナちゃんでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。